バイオリンゴウェブマガジン DigTokyoLanguage and Education27 アメリカ社会における大人日本社会における大人17月19日放送分のテーマ「#adulting and 5 words or less」について7月19日の世界発信 SNS 英語術で取り上げたテーマは ハッシュタグ g adulting in five words or less つまり5単語以内で表す大人として振る舞うことですそもそも adulting という言葉は2000年代に成人したいわゆるミレニアル世代から生まれここ10年ぐらいで使われるようになった造語です adult 大人 plus ing 何々することで大人として振る舞うことそれまでは behave like an adult や act like an adult 大人らしい行動をとる、というふうに表現していたものを、なぜ adult を動詞として使い、adulting という同名詞になったのでしょうか。また、ニュアンスとしてはどのように違うのでしょうか。ハッシュタグ adulting and five words or less が付けられたツイートを見ることで、それが少し見えてきます。スパークリング or still water スパークリング、ハッシュタグ adulting and five words or less 炭酸水か、普通の水か、 炭酸水。weekend plans, doing the l a u n d r y h a s h t a adulting in five words or less. 週末の予定洗濯をすること。a treadmill of r e s p o n s i b i l i t i e s h a s h t a adulting in five words or less. 終わりない責任。トレッドミルは、当社やランニングマシーンのことで、そこから転じて、単調で終わりのない状況や仕事のことを指します。 これらのツイートからもわかるように、adulting には大人のあるあるや大人の生活につきものな用事や野暮用というニュアンスがあり、多くの場合、表面的な大人の行為、言い換えると大人として当たり前の行為を意味しています。表面的には大人に見えるような行為をとっているものの、内心的には自分はまだまだだという自意識を表しており、 大人になろうとしている年頃の人が使う表現です。ハッシュタグ adulting in f words or less は一見軽い遊びのハッシュタグですが、人間はある瞬間を機に、急に大人になるわけではないことを反映したハッシュタグでもあります。案外、日常に訪れる何気ない行為の積み重ねによって、いつの間にか自分の中に大人という意識が芽生えてくるのではないでしょうか。2 アメリカにおける大人な英語。英語では、アドルトの同義語として、グロー w n ップが使われることが多いです。グロー w n ップは直訳すれば、成長した人、成人という意味で、アドルトに比べて、もう子供ではない、未成年ではないというニュアンスが強く、子供と大人の差を強調したい時に使う言葉です。例えば、アメリカ人のホームパーティーでは、必ず大人が座る、グロー n u ップ a b l e と、 子供が座る kids table があります。また、大人同士で会話しているところに子供が割り込んでこようとすると we're having a grown-up conversation 大人の会話をしているからと言って子供を待たせます。子供はそういった自分が入れない grown-up の世界に憧れながら育つものです。when I grow up 僕は大きくなったらと大きな夢を描きます。 Adult は曖昧な言葉ですが、Grown Up は子供でも理解できる概念なのでしょう。英語でよく使われるもう一つの大人観念の言葉は、Mature というものです。本来は Mature はワインやお酒、チーズや肉などが熟成していることを指す言葉です。人間に対して使う場合には二つの意味があります。一つは身体的に成長した、成長しきったという意味で、例えば You've matured は 体格的に大人になったねという意味になります。もう一つは大人としてふさわしい、落ち着いたという意味で、例えば、she is very mature for her age は、彼女は年齢の割にはとても大人しいという意味になります。転じて大人げないことを immature と言い、そんな人に対して子供っぽく振る舞うのはやめなさいという意味で grow up と言ったり、皮肉を込めて very mature なんておとなしいと言います。他にも mature artist は成熟したアーティスト、mature economy は成熟した経済、mature decision は慎重な決断など、様々な場面で使われる表現です。また emotional maturity は感情的に成長しバランスの取れた、sexual maturity は性成熟、つまり生殖可能な状態になることです。 ところで、日本語でアダルトというと一般的にエロ動画などを連想する人が多いでしょう。英語でもそのような意味に使われることもあります。Adult Entertainment はアダルト産業、風俗産業のことですし、Adult Films はいわゆるアダルトビデオ、AV のことです。Adult Bookstore は成人向けの本を売る店です。ちなみに Adultery という言葉は貫通、不倫という意味ですが、 実は adult とは語源が違います。adult は成長するを意味するフラテン語から来ており、adultery は堕落させるを意味するフランス語から来ているそうです。adultery と adult があまりにも似ていることから、adult にみだらなニュアンスが含まれるようになったという説もあります。3. 日本における大人な日本語。 日本人はいろんなことに大人という言葉を付けたがる傾向があります。独特な言い回しがいろいろあって翻訳者としてはとても苦労します。例えば、大人の休日や大人の旅行という歌い文句を掲げた旅行プランや、講談社が発行している情報誌、大人の週末。アメリカ人からすると自分の旅行の計画を立てて、自分の好きなことをすることが大人なのに、 こうした商品や情報があることに多少の違和感があります。ある旅行先で子供向けのアクティビティが用意されていることはあっても主役はそもそも大人であるはずなので大人向けという言葉の対応はむしろ怪しくさえ聞こえます。そのため外国人の観光客誘致に使われる日本語の文言を英訳するときには特に気をつける必要があります。また日本人は 休日や旅行が質的に大人にふさわしいかどうかを気にするのに対して、アメリカ人は物理的で、adults only vacation 未成年なしの旅行を好むでしょう。また、ビールやブラックコーヒー、蕎麦や塩辛など、子供には良さがわからないけど、大人になるにつれて美味しく感じるようになる食べ物を指す、大人の味という表現が日本にはあります。 アメリカ人からすると大人といえど、食べ物の好き嫌いは人それぞれなので、一概に大人の味と言える食べ物はなかなかありません。そもそも日本人に比べて食に対する意識は低いので、食べ物の好き嫌いで大人になったと感じることは少ないでしょう。そもそもアメリカ人は子供から老人までがハンバーガーとピザばかりを食べるので、年齢によって食べ物が変わるということがありません。 個人が低価格の商品を大量に購入するということを意味する大人買いも日本独特の表現と言えます。英語で adult purchase というと、例えば車を初めて購入した時など、自分が大人だと感じた購入という意味になります。大人買いのどこが大人なのかは、アメリカ人からすると曖昧なところです。あとは、できる大人という表現も気になります。日本人が言う、 できる大人とは日本社会の常識をわきまえていてそれが言動に現れている大人のことですトラブルに対しても起こらず冷静に処理する大人の対応という表現も似ていますまた会社や社会人が何か公に説明できない場合や親が子供に対して本当のことを言いたくない場合日本人は大人の事情という表現を用いてごまかします一方でアメリカ人は None of your business. あなたに関係ないことでしょう。と強気に言い返します。大人のと就職された表現がここまで多くあることは、日本社会においては子供が中心にあり、暗黙的に世の中にある多くのものが基本的に子供向けであることを物語っているのではないかと思っています。一方でアメリカ社会では大人が中心となっており、子供向けのものが例外として存在しています。 こういった文化の違いの背景には、日本とアメリカにおける大人と子供の関係性の違いがあるでしょう。Language Ensembles 3で述べたように、日本を含むいわゆるモンスーンアジア全域の稲作を中心とする工作農業社会においては、子供は家計を助ける労働力として重宝されてきました。一方で、アメリカをはじめとする欧米社会においては、子供というものは、 知識やモラルのない、そして労働としての体力がない未完成の人間として考えられてきました。その結果、日本の子供はいつまでも子供として家庭に残って貢献することが善とされ、アメリカではできるだけ早く大人になり、社会人として独立することが善とされてきました。日本人の中における大人意識はかなり曖昧なのです。 だからこそ大人とは何かをテーマとした指南書や雑誌、テレビ番組が多くあります。翻訳者としてそのニュアンスを伝えることは常に課題として意識しています。未だにどのように翻訳していいかわからない日本語が大の大人という表現です。4. 現代アメリカは理想的な大人像を失っている。今回番組で解説者の 佐々木敏奈和さんがおっしゃっていたように、ハッシュタグアドルティングのツイートには、今の若者、2000年代に成人したミレニアル世代や、その次のいわゆるジェネレーション Z が、手探り状態で大人の階段を登ろうとしていることが現れていると思います。本当の幸せとは何か、豊かな人生とは何か、テクノロジーとはどのように付き合っていけばいいかなどが、人々のテーマとなったこの時代にふさわしい。 お手本となる大人像が存在しないことを物語っています。トランプ米大統領に抗議するデモにたびたび登場する巨大風船、赤ちゃんトランプがその象徴と言っていいでしょう。米のミレニアル世代は成人して大人になっても権利意識が強すぎる、干渉的である、わがままだと上の世代からボロボロに批判されてきました。 以前番組ではミレニアル世代は健康食を食べる傾向があることからアボカドばかり食うお金があるなら家を買えと彼らをバカにするツイートを紹介しましたミレニアル世代からすると家を購入することや物質的な豊かさを求めるという親の世代にとっての当たり前の常識に疑問を抱き自分で稼いだお金を食べ物に費やし豊かな食生活を送ることをあえて選んでいるのです 言ってみれば、親の世代とは違う大人の階段を模索していると言えるのではないでしょうか。その背景には、世の中の常識や価値観が劇的に変化するパラダイムシフトがあります。親の世代は事故を抑え、勤勉に働いて家族のために尽力し、子供が少しでも裕福な生活をできるように努めてきました。その結果、多くのミレニアルは物質的には比較的恵まれた環境で育ち、 自分らしく生きる大切さ、努力すれば何でもできるという教訓を生まれた時から叩き込まれてきました。その一方で、彼らからすると環境問題や銃規制問題、背金主義やグローバリゼーションなどといった大きなかつ根源的な社会の歪みの付けが回ってきていると感じているのでしょう。こうした未来であれば、 親の世代が払うべき代償を払わざるを得ないという理不尽さも感じているのでしょう。ミレニアル世代がハッシュタグアドルティングという造語を用いることには、一般的に大人しい、大人としてふさわしい行為とされるものは、実は表面的な形だけの行為や見栄のためであり、そこには中身や心が必ずしも伴っていないのではないかという皮肉も込められています。 かつての大人像に疑問を抱き、様々な分野で権力の座を握っている人々が大人なのであれば、そんな大人にはなりたくないという表れなのではないでしょうか。そんな僕にとっての私服のひとときは、80年代頃の日本で大流行した AOR を聴きながら、芋状中のロックを片手に、塩辛やちょっと高価な京都の漬物を心ゆくまで堪能することです。 ほろよい気分でボズスキャグズの甘い歌声に体を揺らし、日本人が考える大人も捨てたものではないと感じる瞬間です。Language and Education 27アメリカ社会における大人、日本社会における大人。 www.digtokyo.jp